演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、マルハニチロの炙り焼きサバ飯を食べたいと思います。サバ飯、なんかそば飯とかはよく決まりはありますけど、サバ飯なんてあるんですね。初めて。おー、確かにサバのいい香りがしますね。香ばしくて魚介っぽい、あの独特な香り、いいですね。ちゃんと身も入っていますね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ではいただきます。このお魚、冷凍とは思えないほどすごいです。これはもう文句のつけようがないですね。サバの身はホクホクとしていて、ふっくらとした味わいがあり、なんかいわゆるお肉とかにありがちな、ただ入ってるだけではなくて、ちゃんとその素材が生かされていましたね。で、ところどころにある野沢菜のやごまのシャキシャキとした食感や香ばしい香りも口の中でうまく弾けて、とっても美味しかったです。なんか全部のバランスがいいですね。冷凍のチャーハンとかでここまで美味しいのって初めて食べたかもしれないです、まあ、今まで食べたのも美味しかったんですけどね。なのでもう冷凍系でチャーハンでは初となるこちらの点数とさせていただきます。いや、初だったよね確か、本当に美味しかったですね。次は鮭とかでも食べてみたいですね。でもいきなりハードル、こんな高得点出したらハードルが高すぎるか、難しいか。というわけで、それではようでロケット花火綺麗かな。やっぱり夏にはロケット花火で踊るのが一番ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。